やっぱ恋と、あ、綺麗星が。なんか、大石さんがロマンチストでさ、星見に行こうぜとか言って、言うのを、俺ちょっと小馬鹿にいじりながら、小馬鹿にしながらいじりながら、おじさん、星見に行こうなんて普通言わないっすよって言ってたんだけど、この前、クワガタ取りに行った時に、まあ、深夜まで撮ってたんだけど、空をパッて見上げた時に、あの、星がすっごい綺麗で、俺のほっぺに、ひとしずくの流れ星が流れたわ。すーって、なんて綺麗なんだ。うん、その次の日来る、あの、俺、みんなに言ってないけど、子供いるんだけど、2歳の子供を車の中に放置して8時間パチンコしてた。ギリギリしてなかった。危なかった。そういう側面があります、俺には。その子が、こちらでございます。じゃん。大きくなりました。俺、ガキの頃、親父が絶対俺を山に捨てて帰ろうとしてた。明らかに捨ててた。お前、一回山に捨てられたんだ。いいじゃん。コンパとかで話しなよ。でも平日からこんなね、ずっと配信かずりついて見てるってことは、親父は山に捨てて正解だったな。どうやってついていったのか気になるわ。どうやってそこに戻ったのか。パパ、明らかに僕のこと今捨ててるよね。なんか、この時期になるとさ、ニュースにぎわさない。バカな親が、ね、子供を車の中に置き去りにして、パチンコ打ってて、子供死んじゃったみたいな。二三件あるじゃん。うちの親父もパチンコ来てた時に、俺がちっちゃい頃、パチンコ連れてかれて、で子供ながらには俺放置されるのかなと思ったら、肩車してパチンコ打ってたわ。パワーフィジカルが強すぎて、俺を肩車しながらパチンコ打ってた親父。3時間ぐらい。あまりのフィジカルの強さに。おい、おめえあれだ、ちょっとあれ、あのおめえ俺の肩に乗っとけっつって。ほんとガチだからな、これ。こういう状況でパチンコ打ってた。だから俺はパチンコ大嫌いだった。マジでタバコ臭いし。本当に嫌いだった。タバコとパチンコ大嫌いだったのに、大人だったら両方やるようになって。今じゃたまに二人で家に行きます。昔全然子供出入りできた。出入りできても俺しかいなかったけどな。そんな親いなかったぞ。ちょっとさ、次もさ、簡単なのにして。なんか、難しいのやめて。わかんないから、ね。大きくなったな、お前！ね、これずっと見てたらさ、じりじり大きくなるのかな、それともブンって大きくなるのかな。え、じりじりなんだ、すごっ。絶対この間にさ、物資集めた方がいいんだけど、もう子供が気になって動けねえ。ほんとは肩車して働きたい。うちの味そういう毛があるんだよね。なんか犬とか猫も子供の頃は多分目が離せない。俺もそうだった。俺超溺愛されて育ったんだけど。ちっちゃい子供とか、動物の子供にめちゃくちゃ弱くて、ずーっとポッケに入れて仕事してんの、お父さん。俺もこのアルゲンタビスをポッケに入れて仕事したい。ただ、いつからだろう。背丈が俺を越している。おい、いつからお前そんな大きくなったんだ。もう俺のポッケに入んないじゃないか。ポッケにうんこ入ってる。本当だ。